どうも皆さん、こんにちは。えっと、もう本当に言葉が出ないぐらい、あの、落ち込んでるというか、あの、恥ずかしい事態が起きまして、そうですね。今日テニスをしたんですね。友達と。あと、友達と先輩ですね。そしたらですね、先輩からですね、あの、う後期の、 インスタを見てたら後期出てきてさ、みたいな感じで言ってきて。で、しかも、それは先輩の旅行らしくて、えー、先輩全員にまず僕が SNS 投稿していることがバレました。はい。え、次、えー、僕の同年代ですね。はい。僕の同年代と、僕の同年代に、あの、複数人、もう、数人ですね。 もしかしたら僕に言ってないだけかもしれないですけど。まあ僕がしてるところではもうすでに3、4、4人ほどもう同年代にバレてます。で、先輩に全員にバレてます。ってことは、えー、どんどん広まってきますね、これ周りに。周りに僕が SNS 投稿してるということがバレてます。で、すでにもうこれも見られてます。はい。僕が YouTube やってること、インスタ、TikTok、Twitter、えー、すべてに投稿してること、 もう、えば、ー、れまして、えー、っと、今日同年代に言われたことが、同年代のね、あの友達に言われたことが、俺、お前が、投稿した瞬間に見てるよ、みたいなこと。えー、もう、ゼロ再生の時から見てるよ、みたいな。もう、僕の、なんだろう、熱狂的なファンみたいな感じですね。僕の、もう、同年代は。で、もう、はい。えー、もう、なんていうのか。 え、恥ずかしいじゃあ収まら、収まらないぐらい、本当に恥ずかしいです。はい。で、もすでにこれ見られてるんで、もう本当にもう、今友達に見られてると思うだけでも、もうなんかもう、最悪ですね。憂鬱というか、はい。もう本当にもう、はい。けど今思ったんですが、え、友達に見られてることによって、YouTube の動画を、 撮影するときに話せなくなるんじゃないかっていう心配があったのですが、意外と話せてますね。はい。まあ今見られてる今見てるね。僕の知り合い。ってことでも、本当に。え、めっちゃはずいっす。はい。えー、ありがとうございました。